伝承氏は、東大の節度師。河一町三鎮の一つであった、天遊軍を率いた、平州路流県の出身。代々路流軍の将校であり、安禄山の帰下に隷属していた。安氏の乱の際には、張忠氏と共に、安禄山軍の先鋒となり、唐くを落とし入れた。各市議がとうとう平定すると、伝承氏は東軍に下ったが、歩道なくして、再度反旗をを翻し、 使命に従った。使命のこの市長義東滅後、党の朝廷は、俗軍からの交渉を、河北の地に分卒させているが、763年、義広李総英語州と防御し、間もなく節度市に任命され、翌年、天遊軍の軍学を手に入れ、路流軍節度市の李懐ト船、茂則軍節度市の李宝臣と共に、皇帝の命令を報じずに横暴な振る舞いをするようになった。 伝承師は、領内の管理を自分自身で任命し、税収を独占して中央には送らず、10万人の想定を調発し、そのうち1万人を選んで、騎馬中軍を作った。また、大層の御子の新都公主を、この伝花の嫁に迎え、自分の娘を、李富正の妻とし、この一人に、秋吉軍節土師の節隆の娘をめとらせるなど、当室や河北諸賃と通婚し、 同中書門下閉賞時を加えられ、元門軍王に封じられている。775年には、総英、翌年には、創設都市の内乱に介入して、積極的に領土を拡大している。朝廷もこれに手をこまぬいていたわけではなく、775年に、大僧は、天根雄藩鎮を取り巻く重則、平路、露竜、秋吉などの9つの藩鎮に命じて、 伝承師討伐を持ちかけている。これは、天根雄半鎮の回復義衆で、この伝ただが、李富正と激傘の試合中に落馬して亡くなった際に、李富正を杖殺したことから、天竜と重則の半鎮はにわかに不和となり、さらに、伝承師がかねてから裏で手を回した秋吉半鎮の、将兵に内服を起こさせ、領域の拡大を図っていたことが原因であった。しかし、 朝廷の反鎮兵力への依存と、統制力不足により、平野や主義の離脱を招き、結果として、討伐に失敗している。伝承氏はたびたび諸州を穴略しようとしたが、官軍に攻められ、情勢が不利と見れば、たちまちのうちに常に謝罪していたという。779年に75歳で死去するまで、領土の世襲を求め、河南北諸鎮と同盟を結んでいる。 ありがとうございます。